気分転換の動画です。コンビニでコーヒーを買った時にもらった紙のスリーブを使って犬の帽子を作っていきます。準備するものは紙のスリーブ、糸、今回私タコ糸使ってます、テープ、定規、ハサミです。はい、ではまず紐を30センチに切ったものを2本用意します。紐をなるべく細めのものを選んでいただくと作業しやすくなります。で、大型犬さんの場合はちょっと長さ足りないと思うので、ちょっと顔に当ててちょうどいい長さで切るようにしてください。で、この折り山が気になる時なんですけど、手縫い糸とかはね、こう引っ張ってこうビュン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 ってやると伸びるんですけど、タコ糸はどうなんでしょうね。はい、伸びませんね。なので、このままいきます。もしもどうしてもどうしてもこの折り山がついてるのが気持ち悪いっていう時はアイロンかけるともう素直に伸びてくれると思います。一応もう一度ビヨンビヨンチャレンジ。はい、伸びませんでしたので、このまま折り目ついたまま進めていこうと思います。はい、そしたらほつれにくくしたいので全部の端をしっかり結んでいきます。念のためもう一度折り目を伸ばすビュンビュンチャレンジやってみようと思います。伸びるんでしょうか。はい、伸びないのでそのまま進めます。はい、そしたらスリーブに紐をつけていきます。スリーブを開いてこの折り山のところから1センチぐらい前のところに紐をテープでつけていきます。折り目ちょうどのところにつけてもちゃんと頭に乗る場合もあるんですけど、ちょっと前側につけた方がバランス取りやすいのでおすすめです。片側も同じように折り目から1センチぐらい前のところに紐をテープで固定していきます。はい、本日の作業は以上です。出来上がり。では今日はバニラさんにつけていただこうと思います。カフェごっこしようという名目で読んでみました。分かっているのでしょうかご本人は。結ぶ時はくれぐれも毛を巻き込んだり、ギュギュギュって首を締めることがないように優しくするようにしてくださいね。はい、つきました。はい、あれま